今回はこちらの積分を扱っていきたいと思います。x2 乗かけるコサイン2乗 x の積分ということなんですが、まあ、掛け算になっていて、まあ、こういう時は部分積分法を使うというのはだいぶ慣れてきたかと思うんですが、三角関数の積分のポイントは何でしたっけ？はい。次数を下げるということでしたね。コサイン2乗 x っていうのは次数をどうやって下げるかっていうと、三角の公式使いましょう。コサイン2乗 x っていうのは、2分の1プラスコサイン 2x になるんでしたね。これを使って、まず次数を下げてあげると、2分の1外に出しちゃって、0から π の x2 乗かける1プラスコサイン 2x と、このようになります。はい。そして、ここですね。もう2つの足し算に分けてあげましょう。2分の1かける0から π の x2 乗の積分と、0から π の x2 乗コサイン 2x の積分と、このような形になりますね。あとはこの2つですね、それぞれ別々で計算してあげた方がいいですね。ここをじゃあ i として、ここを j として考えていきましょうか。じゃあまずこっちが左側ですね。 i の部分は0から π までの x2 乗の積分なので、3分の1の x の3乗と、こういうふうになりますね。ということで、これ計算すると3分の i の3乗になりますね。そして j の部分、x2 乗と cos2x の掛け算、これは部分積分法ですね。で、どちらを微分したいかっていうと、x の次数を下げていきたいので、積分そのままそのまま微分っていう形でやっていきましょう。ということで、まず cos2x を積分するので、2分の1 sin2x ですね。ということは、そして積分そのまま、そのまま微分なので、これを微分すると 2x、2が出てきてちょうど消えますね。ということで、0から π の x sin2x というふうになります。あとは左側をこちら計算してあげて、まあ sin2π、0ですね。で、0入れても0。ちょうどこっちが消えてくれます。そして後ろ側、マイナスの、積分そのままそのまま微分。もう一回部分積分法でこの x を消していきましょう。ということで、これを積分すると、マイナス2分の1 cos2x になりますね。ということで、マイナス2分の1 cos2x と。で、コツは、このマイナス、最初に出しておいて、こう、カッコでくくってあげましょう。そうすると、最後忘れないですね。で、さっきのマイナスっていうのは、あくまで sin2x の積分で出てきたマイナスっていうことは忘れないでください。ということは、部分積分法でここマイナスなんだけれども、先ほどのマイナスがあるから、ここプラスに変わりますね。そして、そのまま微分で x が消えてくれると。ということは、0から π の cos2x の dx と。こういうふうになりますね。で、計算してあげると、cos2π は1ですね。ということで、1を入れると、マイナス2分の π と。で、0を入れたら0なんで消えますと。で、後ろ側、ここまた積分しなきゃいけないので、2分の1の sin2x と。こういう風になりますね。そうすると、ここ π 入れても0入れても、ここ0になって消えてくれるので、マイナス、マイナス2分の π。つまり、プラス2分の π と。i の部分と j の部分出てきたので、答えは2分の1かける i プラス j ですよね。あとは2分の1かけるこれ足すこれということで、求めたい計算式は2分の1かける3分の π3 乗プラス2分の π という風になりますので、まあ、展開してあげて、6分の π3 乗プラス4分の π と、このように求めることができます。You may feel like